人気がある話は、まず一番最初がスーツがなくてもなんとかできるようにする方法、2番目が液体クーラーがなくてもなんとかする方法、3番目がタービンがなくてもなんとかする方法。やらず嫌いとはまた違うんですけど、やらず怖い、やり方がわからないから怖いっていう不安、その感覚というか感情を否定できるのかどうかって言われたら怪しいですけど、それはなあ不安にはなるよねと。さてこれ安いパイプで構いません。ああ失敗した使い方を覚えればなんてことはない。ああなんだそんなこと、それでいいのかで済むんですけど、液体クーラーは難しい、蒸気タービンは難しい、スーツはめんどくさいっていうのは、このゲームの攻略情報を求めている人たちからこう感じ取れる感じがしますね。使い方覚えればいいじゃないですかっていうのはやっぱり酷なのかもしれないし、だからね自分これわざわざ使い付きでやったし、作ってるところサバイバルでこれもね見せてきてるんですけど、やっぱりなんだろう、タービンだと自分にはまだ早いっていうところでちょっと遠ざけられるというか、なんかあるんですよね。そんな気にしなくていいんだけどなと思いつつ、さあさて準備入ります。ちょっと雑にやります。こうやって横入れすればいいかな。まあ覚えれば楽なのにっていうのは、まあまあ強者の理論、たかたかこのゲームに強者の理論っていう言葉は使いたくないが、ステップバイステップでいいから知りたいっていうのがありつつの、できれば自分が今できる範囲でやれるところからやり方を教えてほしいっていうような雰囲気はしますね。さて作り方続行、結構しっかりめに準備はします。順番に一番上から注いでいって、ここ網状タイルにします。網状タイルにしたらまあ溢れずに下にちょうどいい半端にここに溜まるんで、ループが完成しますね。そうですね、このゲームは難しいか難しくないかって言われたら、おそらくは難しいんだとは思いますよ。例えばグレートエスケープって購入した人の 1% いない未満ですからね。ホームスイートホームですらそうなんですけど、あとはちょっと様子見なきゃいけないのはこっちか。おーいい感じじゃないですかね、これだったら良さそうです。ちょっと温度レイヤー見て、うーんまあまあまあいけますね。そうだな、もう一丁熱交換プレートで冷やしましょう。この辺から。この壁がちょっとあったかいみたいですね。多分これで様子見すればいいはずなんだが。あとはこれはシグナルスイッチは切っておきます。上から順番に出来上がりを作っていく感じで。336サイクル目突入しました。で、今やっている作業は、アバツリー農園を全部足元を土の自然タイルにするっていう、おこたわりプレイのための浴槽焼きのブースを作っている最中です。パクーの体温で水の温度がどんどん上がってしまうんで、あまりよろしくないです。パクーの基礎体温というか基本的な体温は30度ですね。そしてなんか体温が低い。あー、はは、冷やしすぎちゃった。なるほど。まあまあ大丈夫。あー、鋼鉄生産か。石灰か、石灰ですかね。ネックになってるのって。あー、卵の殻。はいはいはい。そうですね。はい。石灰不足は、卵の殻不足というか、ポークシェルドを育てて、殻の量を増やすっていうのもありますが、現実的にはおそらくは、短期で片付けたい場合だと、やっぱり化石砕くしかないんでしょうかね。岩石粉砕機で。この感じもしかしたらもう20人じゃ、人手不足なのかもしれないですね。で、準備できましたね。そうだな。ここの中に入ってる、原油全部こっちに移しましょうか。こちらこうやってつなげると、まあここ断熱パイプ、ここの方からブリッジで入っていくんで、まあ送られて心に溜まりますね。ここで150度以下だったらこっちに戻るみたいな作りにしておきます。浴槽自体は125度で編成するんで、もっともっと高くてもいいんですけど、準備できましたね。で、鉄から鋼鉄をしたいが、石灰がないって言われてるな。そうか。じゃあ行きましょうか。はい、行きます。
まず、準備、その1、浴槽 49.3 トンあるんで、いっぱいありますね。なんで、有機物から浴槽、これを、手動操作許可にします。ちょっと、コンベアレールの流れで見てみましょうか。はい、じゃあ、こんな感じで。わかりづらーい。まあ、こういう風に、ブリッジの白の位置に、こんな風にしておけば、一直線に、浴槽がね、詰まるわけですね。で、各パケットには20キロの浴槽が詰まるという風になります。詰まりましたね。で、これから作るものは、パイプはある、パイプはある、電線ある、コンベアレールはある、で、自動化ワイヤーも仕込んであるという作りのものです。まず、こちら側の排水口を有効化して、精錬オーダーします。正直、鋼鉄だとあっという間に終わるんだけど、コストがかかるから無理だって場合は鉄でいいし、はい、こんな風になります。1回の精錬で51か。で、まあそうしたら、こうやって温まっていくわけですね、原油が。で、1回で51度になって、2回目で59度になって、低くない？低くない？もうちょっと高がいいよね、普通。鉄の方がやっぱいいかな。金山、金でやるとやっぱりなんだかんだで。いや、でもあれかな？はい。71度。まあ、こうやって静電を繰り返していって、温まっていくことができるわけです。こうやって、繰り返して、原油の温度を温めていきます。これね、鋼鉄でやるとあっという間ですよ。2回ぐらいやると200度とか平気でいくんだよな。試しにやってみましょうか。鋼鉄作りましょう。鋼鉄、5回とかにして、石灰が今ないんですね。化石から石灰、10回叩く感じにして、あとは、ポークシェルモルト。そういえばあったな。それもやりましょう。一緒に。あ、来ましたね。ストップストップ。ね。今、中に入っている原油の温度は67度ですね。で、この瞬間205度になりましたね。で、ここのセンサーは150度以下だったら、もう一回戻して精錬装置に戻します。これで200度ですね。で、ここに出てくるのが200度の原油という風になります。まあ、こうやって温度レイヤーでも見てみましょう。これ、めっちゃ楽しいですよ。とりあえず熱い原油がぶっかかるだけっていう。はい。で、今の温度が105度か。もうちょっとですね。で、こうやって温まっていくと、だんだん加熱されて、浴槽の温度が125度を超えると、土に変性します。ここから垂れてきた原油が下に落ちて、こういう感じで組み上がって、もう一回挑戦してこいっていう感じでバックします。これを繰り返します。ははは、床、そうですね。そんな感じです、ほんと。サラダ油だったらいいですよね。まだ、今やってるの原油ですからね。ガソリンよりもひどい。ちょっと自動ボトル化有効にして、原油をもうちょっと注いでもらいましょう。おー、巨匠がやってくれる。本当かな？巨匠がやってくれると信じて。エイダがやるそうです。原油とか重油とかで、揚げ物を作りますって言われてもね。まあ、これやってる間は、周辺めちゃくちゃ熱くなるんで、それはまあ、ありますね。断熱サイズで囲むなりとかを。はい。巨匠の冷圧が消えましたね。巨匠何やってるんでしょうね。今、これ、こいつを無限化してるから、こっち、止めてしまって。まあ、あらかじめ、そうですね。1トン、2トンぐらいは原油調達しておくと効率がいいですね。コンベアブリッジさんがちょっといたずら悪さしてますね、これ。これがヒートブリッジを起こしてる。ここに熱を伝えちゃってます。だから、コンベアブリッジはもうこの時点では解体でいい。今、起きてる現象は、コンベアブリッジが、こっちのタイルに熱を移してしまってます。だから、よく冷えてしまう。ですんで、コンベアブリッジだけは解体して、金山さんを掃除。
巨匠いい仕事した。いい仕事したよ。それでも平均的に、全体が、ここら辺が100度近くた温まってきてるんで、まあ、いい塩梅にまとまって浴槽化できますね。そうです。ヒートブリッジです。そう、ヒートブリッジの話をスクラップボックスに書きたい。あれは建築用語ではあるんですが。ヒートブリッジを活かすと、ドアヒートシンクとかも強化されるっていうのもありますしね。来そうだ。あと一度。あと一度ですね。あ、来ましたね。はい。始まりました。温められて、浴槽が土に変化しました。これ、面白いのが連鎖反応ですね。土になった瞬間に、土の持っている比熱容量が浴槽のものに比べて数倍に膨れ上がるんで、余計に周りが温まって、浴槽がどんどん土に隣り合って変化していくんですね。基本的な原理はこれです。で、そうすると、自然タイルの中にちゃんとパイプラインが入るっていう、そんなものが作れます。かつね、ちゃんと埋もれた物体っていう、シルエットじゃなくて、しっかり土のタイルになります。まあ、これやって面白いのって言われたら、いや、ロマンです、みたいな。まあ、こうやってぶっかけ続けます。もう、ここら辺めちゃくちゃ熱くてやばいことになるんですけどね。先ほど見たように、真空化するなり、気圧が低い状況下でやるなり、とか、そういった工夫はあった方がいいですけど。例えば、もう、この辺は土に変わってるんで、ここら辺をずっと温め続けてもなっていう場合、話でしたら、次から、下ろす場所は、ここからとかね。うん。連鎖反応が始まりましたね。熱い。そりゃまあ熱いわ。で、こうしたら、もうすでに、土の温度が130度。連鎖反応って言ってるのは、ここの温まった土の熱が隣り合って、ここのコンベアレールを伝っていくので、どんどん土に変わりやすくなる状況になります。もうこの辺とか145度とか言ってますからね。それ、そうですね。あんまり検証したことがないですね。だからやってる最中は、できるだけ立ち入りさせないようにした方がいいとは思います。うん、こういう、そうそう、見せたかったのはこれです。モコモコモコって土が、伸びていく。これ楽しいですよ。どんどんモコモコ増えて、土が伸びていく。いやー、これを見せたかったんですよ、映像で。ちょうど340サイクルですね。はははは。まあ、有機物といえば有機物ですから。で、ここ全部埋まったら、一時停止でここ解体です。で、綺麗に2回分できるから、そろそろここの、原油は、配給しなくていいですね。もうここも時間の問題かな。これはスピード勝負っていうか、潤沢に鋼鉄のための石灰がある時にやる方が、まあ、こういう流れでやれるんで、こいつは良いです。はい、できました。で、ここ解体して、から続きを開始。全部やり終わってからでもいいんですけど、まあまあ粗熱は取った方が良いです。これね。まあ、こんななんで居住区の中でこんなにやるなよっていう話ではある。ここができたら、とりあえずこれは解体した上で、こちら、モップ掛けですね。モップ掛けした上で、後で氷の熱交換プレートで冷やしていきます。もう同時並行作業でいきます。上から順番にやる場合だったら。ここか。まあ、ここをね。普通の火星岩タイルで構わないんで、こうやって返しつけてあげて、氷の熱交換プレートを貼る。そんな調子でいきます。1枚、こう、2枚貼って、溶けたら、放置し、かな。で、一足お先に、こっちは、冷却開始。
水だったら蒸発するんじゃないですかっていう話もあるんですが、まあ両サイドからこうやって攻めていけば、ここ蒸気になってますね。けど、まあ大丈夫ですね。ここもう用事なくなったんで解体です。ボトル化した液体って気体固体に変わるんですか？自分はエタノールでそれを確認していますね。固体になる現象は見てないんですけど、少なくとも蒸発はします。だからね、結構めんどくさいのは、地下のオイルバイオーム付近だったりすると、それがだいぶめんどくさいことになって、スイーピーくんがモップがけしたエタノールを、エタノールが蒸発と液化を繰り返すので、かなり鬱陶しい感じになりますね。おおむね粗熱として、ここの土の温度が30度ぐらいになってきたら、冷却完了です。ニュートロニウムはそもそも採掘不可能っていう形になって、作業すらしないんじゃないですかね。あれ？掘ります？掘るけど終わらないっていう感じでしたっけ？あー、なるほどなるほど。あー、それはかなりトラップな感じはしますね、それ。あー、確かに。それ気になりますね。採掘スキルとして強化できるんだろうか。できるんだったら、スキルポイントがそれで稼ぎちゃったら、それはそれでなんかなあ。あー、溶かしたガラス、あれもテクニックですね。でも、あれ、上手にやらないと、土じゃなくて砂になっちゃうんですよね。砂になると、ボロッと落ちるんで、こういう風に、光、高さ4マスのタイルの壁として作りたいって時に結構めんどくさいというか。もう、ここの上の段は、そろそろいい塩梅に、冷やしきれそうですね。アーバーツリー植えられそうです。綺麗に両端がそうですね、30度切ってきたら、もうピップを放ちます。もっとおすすめ。まあ、フェイバリットリソーシズは結構おすすめですね。こうやって今、在庫として気にしたい素材だけ、こっちじゃなくて、こういう形で表現できる。もう一つは、研究のリサーチマネージャー。こうやって、リサーチ、何を研究するかっていうものを、キューイングできます。あ、ニュートロニウム採掘経験値入りました？マジか。チートだなぁ。ピップ様は召喚しましょうかね。召喚するための、下準備としての、これ。はしご埋め。での、時期で、24だから、こうか。ここまでか。あれ？なんか、サイズ間違ってない？サイズ間違ってない？大丈夫？そうかそうか。ここが入り口だから、やっぱりなんかスケール間違った気がするな。ドアは、こう入りますね。で、気流タイルがこちらにこう入って、で、普通のタイルがこうやって、こんな感じで入っていきます。これ大丈夫だよな。まあいいや。こういう感じ。これできたら、中の本殿を用意します。ピップ厩舎になるので、こうなって、端末が、こう入って、動物解放ポイントが、こうかな。で、まあ、ここ、高さ4マスにします。で、ちょうどこれで96ですね。二重扉にしてる理由はドレッコと同じですね。捕複製生物がうっかりこの辺りで、複製人間がここら辺でなんかぼーっと立ち止まった後とかって、ここピップくんとかが閉じ込められちゃうんですよ。なので二重扉にしてます。これはドレッコでもやっている方法です。うん。これなんかピップ園というか、アーバーツリーの畑を作りながら、下に増やしていけるんで、なかなか強いですね。何にせよ最大級サイズの厩舎にしてから、ピップをもちろんお呼びするんですけど、植えたアーバーツリーの幹というか、枝が成長しきるまでに、ちょっと時間かかっちゃうんですよね。で、思い出した。その場合、肥料は6トンあるので、ここ、まだ毛づくろい端末じゃないですね。失敗した。ここ農業端末です。これがポイントです。ああ、なるほど。属性値は上がらない。ああ、まあまあいいバランス。いや、いいバランスなのか？なるほどね。進行度か。はいはいはい。ありがとうございました。さて、アーバーツリーを植える準備を始めます。で、全部用意できたら、ピップ様をね、お迎えかな。種子で、アーバードングリ。どこかで水漏れしてますね、この音。どこでだ？ここで音が鳴ってないってことは別の場所だな。
めっちゃ今ピチョピチョ音してますよね。どこだ？マジでどこ？でも水圧ダメージが入ってるビジュアルが近くでない。あ、これ？あ、これ？これだ。うん、こいつだ。こいつがダメージを受けてる。植える予定の位置になければまあまあ OK。あの、20キロの土が、1トン近い、原油に押されている。そしてその理由は汚染酸素。汚染酸素が、ここから出られなくなっちゃっていて、ここの水圧が1対の最大を超えている。これは全然盲点ですね。そんな現象あるんかいっていう。まあ、最悪壊れちゃってもまあいいやっていう感じでいきますが。アーバードングに入ったんで、リップ迎えましょう。いやー、神様。神様を本当にずーっと長く待たせてしまった。ここのあれだな、原油が大量にあるからなかなか温度が温まらないみたいな現象になっちゃってるな。そう考えるとやっぱり端から順番にやってった方がスムーズに作業が終わるのかな。いやー、ここで引っかかるとか本当にないわ。で、あれだな。スケジュール切り替わりのタイミングで、ここで放置したな。そういうのはやめてほしい。神様をちゃんとね、お迎えできてよかったねっていうオチで終わりたいんだよ。あー、決壊しちゃった。延長戦の延長戦、本当ですよ。で、はい、取れ高の神様は三世が、おいでなすったので、とりあえず、はい。すげえ。瞬殺。プレダカの神様、すごいな。フレームレートもうちょっと高い時にそれをやってほしかったが、もうこれは、等倍速でやるしかないですね。すごいな。プレダカの神様の、放った瞬間に、掴んだぞ。これは神だな。これは神だな。いやー、この瞬間やべえな。これは神だな。神社をね、作るっていうね、目標はね、ある種達成できましたね。いやー、最後の最後で持ってきましたね。神様。さすがです。さすが神。アーバーツリーは、植えてからおおむね野生の状態だと、生木に成長するまでに28サイクルぐらいかかるんですよね。なんで、まあ、ここの4段全部、それを植えて、それが機能するようになるまでは、かなり長い時間かかります。だから、おそらくはエタノール発電所として機能できるためには、そうですね、今から、先の長い話になりますが、500サイクル台とか、そういうレベルになっちゃいますね。は？は？ははは！そうですな。いや、500サイクル台になりますって言いましたが、やっぱり神様は神様ですね。本当に神様ですね、これ。この動物は将来のために種子を植えています。すごいなぁ、神様。見つけた瞬間に植えに行きましたね。すごい。この子ほんとすごいよ。あー、すごいなー。これはすごいなー。はい、まあ、今見てもらってる通り、ルームレイヤー的に温室になってるんですが、その状態ですと、こうやって肥料を渡してます。で、農家の低バフが影響するんで、成長速度が倍になりますね。これで早く生木を完成させます。育ってますね。まあ、そうですね。このゲームの話で言うと、作りたいものが他のプレイヤーの動画を見ないと、動画なり攻略している
様子を見ないと発想として出てこないっていうのもまた一つありますね。今やってるみたいに人工林を作るみたいな、そういう作り方があるって知ってるからあれを作りたいっていう渇望が生まれるんだけど、そもそもそういうことができない、あるいはやり方を知らないってなると作りたいもの自体のねネタがないわけなんで、そこもあるよなと思っております。記念撮影どういうアングルがいい、これぐらいがいい、これかな、これぐらいかな。あーちょっと光ってますね、いい感じですはい、配管があって機体用の配管もあって電線が入ってて自動化ワイヤーが仕込めているで、コンベアローダーがある、そんなアーバーツリー人工林の自然タイルを実演で作れましたと、そういう感じでございます。今日で作ったものはこれ、まだまだ未完成ではありますが